にちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。なんかちょっとこの辺楽に着物着たいなとか、手っ取り早くなんかこの辺綺麗にしたいなっていうふうに思ったことありませんか？本日は帯枕の紐の処理を徹底的に解説してまいりますけれども、実は先ほどお話しした楽に着たいなとか、この辺を手っ取り早く綺麗にする実はコツも含まれております。何がそこをね楽にしてくれるのか綺麗にしてくれるのかということもお話ししていきたいと思います。帯枕の紐だけではなかなか解説すること少ないですけれども、ぜひお役立ていただければ嬉しいです。では早速解説していきますね。今お太鼓を後ろに回した状態ですよね。で、今仮結びを外すところから行います。しっかりね、帯揚げと帯枕の紐を脇のところまで確認しながら、まずしっかり分離させていきます。その時ね、しっかり脇の方までね、こうやって確認してください。もしこのタイミングで帯揚げがね、絡まってたりとかすると、後から直しようがないので、ぜひね、このタイミングで必ずチェックしてくださいね。それから実際ね、帯枕の紐をこう結んでいく前に確認していただきたいのが、このね、体の中心のところでこうやって手を合わせて、枕の紐のおおよそ左右の長さが同じかどうかっていうののね、確認をしていただきたいです。この時、しっかりね、中心で押さえていただくことも大事なんですけれども、もし万が一、右だけすごく長いとか、左だけすごく長かったりすると、背中の帯枕の位置が右にずれているとか、左にずれているというところも、これをね、チェックしていただくことで確認することができます。ただこれ、合わせるところの手が、ちゃんとおおよそ真ん中に来てないとわからないことになるので、参考程度ということで、ぜひお役立てくださいね。では、いきます。ではですね、今帯枕をね、ほんの気持ちよいしょって上に持ち上げていただきます。よいしょ。これね、やることによって帯山がね、すごくシュッて綺麗になります。しょいますよね。しょったら、この枕の紐をギューッと脇のね、横の胸あたりをするような感じで下にね、向けていきます。その時手首がギューッて上がってますけれども、ギューッと上がってる手首をギューッて下にね、向けていただくと、これがね、すごく簡単にすることができます。このひょいって背負い上げたところから手首を下にこう戻しながら、横の胸を、帯枕の紐が当たっていくときに背中にちょっと意識をね、向けていただきたいんですけれども、背中に意識を向けていただくと、まっすぐの状態だと別に特に意識することなかったんですけれども、こうやってね、脇をこう通っていくに従って、帯枕が体にピタッと当たってくる感覚というのがね、感じていただけるんじゃないかなと思います。これ帯枕ですけども、普通にこうやって当たっていた帯枕が上に背負うことによって、こういう少し角度になって、で、帯枕の紐をギューって脇を通っていくことによって、このね、この部分っていうのが背中にピターって張り付く感じというのは、背中に意識を集中していただくとすごくよく分かりやすいと思います。ここが綺麗にピタッと体につくということは、ここの帯山がかなり綺麗になるということとイコールなので、ぜひこれね、意識しながら行ってみてください。さて、続きまして、この紐をね、脇を通ってこうやって下来てますよね。横に来てます。で、手首も返ってます。で、帯枕っていうのが上が高くて下が低くなる、帯枕の位置がここにあって紐がここにあるみたいな感じで前下がりになっていきますよね。そうするとすごくまた、体に帯枕がフィットしていきます。で、中心をちょっと外してもらって、軽めに緩めに帯枕の紐をね、結んでいただきます。帯枕の紐緩いと上の帯山、背中のところが下がってしまうんじゃないか、位置が変わってしまうんじゃないかってご心配の方もね、いらっしゃると思うんですけれども、でも大丈夫です。次の工程をまでしていただくと、帯山の位置が下がらないというのはよくね、ご理解いただけるのではないかと思います。まずこれね、中心を外してこの結び目を持ってくるということによって、真ん中に結んじゃうとね、溝落ちとか、このちょうど一番苦しく感じやすいところに結び目が来ることになるんですよね。これをどちらか右か左かにずらしていただくことによって、ぐーっと体というのは楽になってきます。で、これをね、ぐい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 中に入れていきますよ。ぐい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 中に入れていく位置としては、伊達締めと帯板の間になるんですけれども、私は伊達締めと着物の間に入れることも多いです。この理由は後ほどお話しします。こうやってね、入れていきます。で、入れる位置、
どこまで行けばいいのか、グイグイ入れるって言ってどこまで行けばいいのかっていうお話なんですけれども、これはね、だいたい帯の真ん中ぐらいの高さ、ちょうど私今ね、結び目っていうのがちょうどこの辺の位置にあるんですけれども、このくらい真ん中ぐらいの位置まで帯枕の結び目をググッと入れていただくと、ここね、苦しく感じるところ、ここがすっごく楽になってきます。なのでこの少し緩めに結んで、でちょっと中心を外して結んで、ぐい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 中に入れていくこと、結び目がちょうど帯のこの高さの半分ぐらいの位置まで持っていくことによって、着る人自体というのは本当に嫌な苦しく感じるところを外して帯枕の紐が入ることになるので、手としてはすごくね、楽になります。それから手っ取り早くね、この辺なんとか綺麗にしたいなっていう場合、私先ほど帯枕の紐を入れる場所が、本来ならば伊達締めと帯板の間に入れますということで申し上げましたけれども、私は着物と伊達締めの間に入れることも大きいということでお話しましたよね。なぜそこに入れるかっていうと、この帯枕の紐を入れるという行為が、実はこの辺の上前の方、つまりこの左側のこの布を一緒に、実は帯枕の紐を入れることによって、こうなんかすごく引っ張ってるっていうよりかは、小じわをね、一緒に下に落としてくれるんですよね。なのでここからここっていうのが、帯枕の紐を入れることで綺麗にちょっと小じわがね、下に落とされていくというところも、私はすごくね、帯枕を中に入れるタイミングではすごく重要なポイントかなっていうふうに思っています。帯枕の紐ってなかなかメインのトピックには上がりにくいですよね。なんですけれども、実は帯枕の紐をきちんと処理してあげることが、着る人がすごく楽になる、それからこのあたりが綺麗に作ることができるということに実は直結していきます。そして、本来の目的でもある帯山が当然綺麗になるわけです。細かいことですけどね、メインの話題にもならないんですけど、なかなかなりにくいポイントではあるんですが、こういった細かいことをね、きちんとしてあげる、まあお料理でいうと下ごしらえになると思うんですけれども、こういったことを丁寧にしていただくと、着物を着た時間がすごく楽になるし、綺麗に着られるということにもつながっていくので、ぜひ気にして大事にしていただければ嬉しいなと思います。本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。着物の着方、帯の結び方などは、私ども書籍も出版していますので、そちらも合わせてお役立ていただければ嬉しいです。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。